はいどうも、発狂マシンガンナッシュです。今回はミランエピックガチャが来たぞということで、いろいろ解説やっていけたらなと思います。まあミランのディフェンダーガチャっていうのかな、コスタクルタ、ネスタ、ジーダで、コスタクルタがフォートレス持ちということで来ました。ハイライトもまあこんな感じいますよと、まずネスタ見ていきましょう。レベル28ハードプレスで大体こんな感じ。ブースターシャットダウンいいっすね。シャットダウン強いからね、これ。で、まあスキル的にはこんな感じ、優秀ですね。で、お次、ジーダ、レベル30。キーパーでレベル30は強いんじゃないでしょうか。で、守備的に変わったよね。身長195で、ブースターゴールセービング。で、ラストコスタクルタ、レベル37。高っ。で、まあ、守備的サイドバックで、まあ、こんな感じですよと。いやー、逆足最高最高で。まあ、ブースターディフェンス。まあ、無料コスタクルタと差別化するためにフォートレスつけたのかなって感じで。いやまあ普通に神ガチャになってるんじゃないですか。ディフェンス補強するにはいいガチャなんじゃないかなということで、まあ、今見た感じ全然引いても少ないけど、まあ、しっかり能力見ていって比較などして、まあ、引くべきか最後に返すべきだなと思います。というまあ僕はまだ引く予定ないんですけど、まあ、この動画高評価500ぐらいいったら、まあ、引くっていうのをいつもやってるんですけど、もう金欠なんでね、まあ、今回はもうガチャ配信なしでいいかなって思ってるんですけど、まあ、もし見たいと思ってくれる人がいたらね、まあ、高評価していってもらえたらなと。まあ、あとはもうシンプルにチャンネル登録、高評価していってもらえたらもうとても嬉しいです。ということで早速やっていきましょう。さあ、ということでネスタ見ていきましょう。まあ、とりあえず最大レベル見ると、こんな感じで、めちゃくちゃ強いやん。ということで、まあちょっと育成変えながら見ていくんですけど、まずディフェンス系は10上げすれば全部キル乗りますよと。で、クイックネス4上げで80乗るのもいいですね。まあ、スピードもしっかり90乗せれる。フィジカル系も、まあ、10上げれば90乗ってくれって感じで。まあ、育成的には大体こうなってくるのかな。足元も意外と悪くないっていう感じで、めちゃくちゃ強いですね。ここにブースターなんかつけれるか。まあ、一応この育成見ておくと、まあ、ディフェンス系全部90で、ディフェンス96、守備式94、ボール出し98と。で、スピード91乗ってきて、瞬発80。で、ジャンプ、フィジカル90あるって感じで、めちゃくちゃ強いですね。いや、これブースター何つけるのがいいんやろ。で、まあ、逆足精度が高いあるって感じ。今スキル的にはアクロバティッククリア、キャプテンシー、闘争心、エンパイ、インタスプト、マンマーク、ワンパー、スライディングカックレア、バトル、ブロッカーということで、まあ、スキル追加別にシアンでも使えるのかな。あ、ブースター何がいいやろ。エアリアルとかもまあ悪くないと思うけどな、まあ、こんな感じで9上げで90乗せれるんで、その分ディフェンスに触れるんで、第一候補エアリアルかな。ディフェンスとかやったらまあこんな感じで、別にディフェンスはいいかな個人的には。でデュエルやったらこんな感じ。まあ、デュエルもありかな。デュエルやと脚力7でスピード90乗せれるんで、まあ、デュエル結構ありっちゃありやん。デュエルやと大体こんな感じで、あ、デュエル結構いいかも。ボールダッシュも100乗せれるし、スピード90で、瞬発80で、ジャンプフィジカル90あるんで、デュエル結構いいっすね。フィジカルで言うとこんな感じで、あとはまあシャットダウンかな。シャットダウンもいいっすね。シャットダウンいいな。シャットダウンやと大体こんな感じで、まあ、ブースターはシャットダウンかデュエルかな。うん、そう、どっちかつけれれば強いんじゃないかなということで、シャットダウン方がいいかな。うん、シャットダウンつけれればめっちゃ強いですね、これ。シャットダウンでこの育成めちゃくちゃいいんじゃないかなということで。まあ、ネスター取った方はブースタースロットでシャットダウンつけるのがいいんじゃないかなと。まあ、シャットダウンプラス3ってことか。まあ、僕はもうこれでいいんじゃないかなと思ってますね。いや、これめっちゃ強いですね。一応前のネスターと比較していくんですけど、まあ、ブースター同じなんで、まあ、とりあえず最大レベルで見ておこうか。大体こんな感じで。足元系はちょっとずつ上がってるのか。ボールキッププラス8になってたり、グラッパプラス4で。まあ、一応上がってて、ヘディングはマイナス3で、まあディフェンス系もちょっと買ってて、まあ、スピシュンとかも買ってくれって感じで、まあ一応上位互換にはなってるかな。一応完全上位互換って言ってもいいんかな。まあ誤差っちゃ誤差なんかもしれんけど、ブースターもつけれるんで、まあ一応上位互換って感じやけど、まあヘイネスと同じ感じで、なんかまあ上位互換やけど、めっちゃ強化されてるかって言われると、まあ、そうでもないっていうのか。コナミさん意外とインフレさせてないっていうのか。まあ、ちょっとずつ強くしてるみたいな感じで、いやらしいですね。って感じで、まあ前のネスタでも、個人的には十分なんじゃないかなと思っちゃうけど、まあ、ブースターつけれるけど、まあ一応今回方が強いのは間違いないんじゃないかな。まあ、僕は前の持ってたら別にいいのかなって感じで、まあヘイネスとなんか同じ感じですね。さあ、ということでコスタクルタ見ていきましょうか。まあ、とりあえず最大レベル見るとこんな感じ。まあ101までか。意外と総合値的には低いけど、能力見るとやっぱ素晴らしいですね。パスはもう無振りで80乗ってて、まあ、足元系も高くて、でまあスピードは結構上げやんな、90には乗らんのかな。デシャン使ってて13上げで90乗るって感じで、でまあ守備系もそこそこで、まあ、コスタクルタはもうシンプルにサイドバックで強そうかな。うん、
あのフィジカル系結構高いな。前のこんななかったな。多分 X は大体こんな感じするかな。ドリブルにクイックエンス6、脚力13、サイドバック7、ディフェンス12、まあ、この育成サイドバック全然強いと思うし、まあ、センターバック、まあ、身長ちょっと低いんで、まあ、サイドセンターバックが一番いいんじゃないかなということで、ディフェンス系も素晴らしいですね。でスピードも90あって瞬発も80あるっていう、もう能力素晴らしいですね。まあ、DMF つけるのも面白いのかな。逆はすぐ最高最高もいいし、ヤコスタクルタ強いです、ね。スキル的にはこんな感じで、まあ、しっかりブロッカーを持ってるし、エアバトルはつけたいのかなって感じで、エアバトルつけたら、まあ、とりあえずやれるんじゃないかなということで、素晴らしいです。まあ、コスタクルタのブースター何がいいのかってとこなんですけど、まあ、スピード上がるやつつけれたら結構強いんじゃないかなって感じで、まあ、デュエルとかでもいいのかな。あ、デュエルつけたら強いな。脚力12上げでスピード90乗せるから、それでかいし。まあ、デュエルやと大体こんな感じで。まあ、あとはまあ、シンプルにシャットダウンとか。まあ、シャットダウンいいっすね。うん、シャットダウンかデュエルかな。まあ、シャットダウンが一番いいんじゃないか。まあ、こんな感じで、めちゃくちゃいいんじゃないかな。一応、無料コスタクルタと、まあ、レベル同じなんで、まあ、初期能力で比較していくとこんな感じで。まあ、ちょっとずつ強くなってるし、まあ、フォートレスもついてるし、まあ、さすがに上位互換なんじゃない？ブースターもつけるしって感じですけど。まあ、無料でも十分強いのかなって感じよ。さすがに無料より強くなってるか。無料コスタクルタ、瞬発80、スピード90乗せるの結構きついんで。まあ、しっかり強くはなってますね。さあ、ということで次ジーダ見ていきましょう。とりあえず最大レベル見るとこんな感じで、めちゃくちゃ強い。とりあえずコラプシングが結構上げた。だいたいこういう感じか。で、ここにブースター、ゴールキーピングつけるとこんな感じ。で、ゴールセービングつけるとこんな感じで。まあ、ゴールキーピングの方がいいかな。まあ、ゴールキーピングでこんな感じで。まあ、せっかくならどっかの能力100乗せたいってなった場合、まあ、これいいんじゃないかなと。まあ、これだとね、GK センス95でキャッチングもしっかり90乗って、クリアリング96、コラプシング95、ディフェクト200ということで。まあ、意外とこっちでもいいのかなと、まあ、僕はね、まあコラプシングが好きなんで、まあこういう感じで上げたいんですけど、全然100乗せに行くのもいいんじゃないかな。まあでもキャッチが絶対9じゃ乗したいんで。さあ、ということで、もう最強キーパーと比較していきましょうか。もうどっちも最大レベルを見るとこんな感じで、まずチェフですね。まあ、GK センスマイナス2、キャッチングマイナス3、クリアリングプラス6、コラプシングマイナス4、リフレクティングプラス3ということで、まあ、ジーダはディフレクティング系が高いのかな感じ。まあ、これ評価むずいな。育成もお任せやしね、って感じですけど、これどうやろう、むずいわ。あの、チェフとか持ってたら全然そっちでもいいとは思っちゃうけど、まあ、足元も別に誤差やし、って感じで。まあ、これちょっと評価むずいですね。で、次、シュマイケルと最大レベルで比較してみるとこんな感じで、シュマイケル強くね、シュマイケルのディフレクティングしか勝ててないって。このブースタークラフトでつけれるんで、まあ、どうやろうな、つけれても、シュマイケルに勝てないかも。身長勝ってるけど。シュマイケル強くねって感じで、どうこれ、シュマイケルに勝ってない気がすんねんけど、まあどうやろうね、育成にもよるんやろうけど。で、まあ一応先週生きてたカーンと比較してみるとこんな感じで、まあカーンとはまあ誤差かって感じでしょ。ジーダ評価むずいですね。まあここら辺のトップクラスのキーパー、やっぱチェフシュマイケル持ってたら別にいらんのかなって感じですね。はい、ということでいかがだったでしょうか。今回はミランエピックガチャ見ていったんですけど、まあ、このガチャ引くべきかってとこなんですけど、今回のガチャはまあ全員強いんで、まあ、美課金勢ぐらいの人にはまあおすすめできるガチャになるんじゃないかなと。まあ、まだ言うても序盤やからね、まあ、ここら辺の選手が残るのかって言われるとちょっとわかんないんで、まあ、特にジーダは残んないと思います、これは。絶対シュマイケルチェフのね、ブースタークラフトで強いやつ来るんで、100% も来ると思ってるんでね、まあ、ジーダはもういらないですね。まあ、でコスタクルタはまあ悪くない。うん、コスタクルタは意外とやれそうやな。俺この中やったらコスタクルタ一番やれるんじゃないかなって思ってるんで、コスタクルタありかな。で、まあ、ネスタもまあ強いけど、まあ、必須級ではないのかなって感じで、まあ、ちょっとむずいですね。まあ、でも美課金の人にはまあ全員強いんで、まあ、意外とおすすめできるガチャになってるんじゃないかなということで、個人的には絶対引けっていう感じのガチャではないのかな。まあ、全員強いけど、なんか今後考えると絶対引いといた方がいいってレベルではないのかなと思ってしまいました。でも初っ端からね、髪型来すぎてるから、もうちょっとどれを引いていけばいいかわからんっていう、むずすぎます。ということで、まあ皆さんは引くのか、そういうのコメントしていってもらえたらなと思います。ということで、ご視聴いただきありがとうございました。今日はチャンネル登録、高評価、コメントお願いします。